ボートレースファンの皆様、本日はボートレース村にご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまよりヴィーナスシリーズ第13戦マクール杯優勝者表彰式を行います。それでは見事優勝されました田口節子選手の登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。それでは表彰に移りたいと思います。まずはじめに株式会社ネプラス様より賞状優勝カップ副賞が授与されます。プレゼンターは株式会社ネプラス代表取締役社長トライ翔吾様でございます。はじめに賞状の授与です。賞状優勝登録第4050号田口節子殿、貴殿はボートレース大村におけるヴィーナスシリーズ第13戦マクール杯において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和5年10月15日株式会社ネプラス代表取締役社長トライ翔吾、おめでとうございます。続いて優勝カップの授与です。最後に副賞として商品券5万円分が贈られます。ここでトライ様と田口選手とお二人での撮影の時間を取らせていただきます。優勝カップをお持ちいただきましょう。田口選手お一人の撮影は後ほどお時間を取らせていただきます。そろそろよろしいでしょうか。トライ様ありがとうございました。続きまして大村市ボートレース企業局局長賞として大村市の特産品長崎和牛詰め合わせセットが贈られます。プレゼンターは大村市ボートレース企業局局長馬場博之でございます。馬場局長ありがとうございました。続いて田口選手お一人での撮影の時間を取らせていただきます。ファンの皆様もご着席のままとはなりますが、ぜひ喜びの表情をカメラにお収めください。さあ田口選手、通算70回目、今年2回目、大村では3回目の優勝となりました。そろそろよろしいでしょうか。田口選手ありがとうございました。次に大村市ボートレース企業局から花束の贈呈です。それでは優勝されました田口選手にお話を伺いします。田口選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。佐々木選手、通算ではちょうど70回目の優勝となりました。はい、今のお気持ちいかがでしょうか。だいぶ信じられないです。そうなんですね、はい、さあそれでは早速優勝戦振り返っていきたいのですが、はい、激しい周囲争いでしたね。もうこんなに最終が長かったのは初めてです。、はい、そうなんですね。さあね、一周一マークは差し抜ける形となりましたけれども、感触の方はいかがでしたか。いやもう今日はとにかく差しさせるようにっていう調整をずっとしてて、はい、もうその後伸びられるのはもう仕方ないなと思ってて、それがうまくはまったなっていう感じがします。はい、さあそして田口選手、今節手にしたモーター23号機2連対率 29% のモーターでしたけれども、さすがの調整力でしたね。そうですね、今までやってきたことがうまく自分そのモーターを引き出せたと思います。はい、さあね、道中もさすがのさばきを見せ堂々の優勝ゴールとなりました。さあそして大村は3回目の優勝となりましたけれども、大村水面の愛称を改めてどのように感じてますか。今日優勝できたんで、はい、とてもいいと思います。ありがとうございます。はい、
そして年末ですね、クイーンズクライマックスに向けても期待されているファンの方大勢いらっしゃると思うんですけれども、そのあたりの意識はされてますか？10位ぐらいに今なんとか踏みとどまってるんで、どうしても今年も出たいと今は思ってます。はい、はい、さあこのいいリズムを次節にもつなげてほしいと思います。田口選手、次節は10月22日からボートレース徳山で行われる女子戦に出走予定となっております。それでは最後にファンの皆様に向けてもう一言メッセージをお願いします。はい、夜遅くまでこんなにたくさん残っていただいてありがとうございます。また一層一層しっかりと気持ち込めて走りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それではこの時間をもちまして田口選手は退場となります。ぜひ温かい拍手でお送りください。田口選手おめでとうございました。